はい、どうも、イズログです。まあ、前回からの続きですね。で、ちょっと動画の編集ミスで、屋根のところの穴を塞ぐと言いながら、まだそこまで撮った動画が行ってないですね。撮りだめをしてるんで、まあ、これ今後以降はダイジェスト的な感じで、まあ、まとめていった方が動画も出す本数が少なくていいかななんていうのを考えながら、ぼちぼち、パワーディレクターの編集の練習と、あとはちゃんと動画の編集の練習と、まあ、あと今、外ごもりプレイス、お前何やってんのっていうところを伝えられたらなと思います。まあ、これ動画はかなり早いですね。10倍速ですね。もう、なんて言うんでしょうね。動画のアングルとかを気にしてやってると進まないんですよ。本当に。DIY チューバーの人とか、やっぱりそのアングルとか動画の切り替わりですね、それエフェクトじゃなくて、動画を挿入することで、トランジションしてるんですよ。例えば、カッターで資材をピッピッピッって、結束バンド切るとか、ああいうカット割りをすると、その分、なんでしょうね、カメラのアングルを変えて、まあ、撮らなくちゃいけないんですけど、それめんどくさいんですね。まあ、多分1分かかんないんですよ。動画設置して、ピッて切って、ピッて、カメラのレコーディングのスイッチ切ってとかなんですけど、まあ、それはやってらんないですね。なことやってると、これ、多分今年も終わんないです。で、それが最悪な結果になってきますね。で、最悪どこまでやるかって言ったら、これ撤去することもちろんのこと、単管パイプのカーポートまではちょっと作っておかないと、地盤がちょっとまずいですね。なので、まあ、ちょっと動画を上げるペースも動画を作るペースも上げていきたい感じなんですが、まあ、やることが増えていってしまうので、何をやらないか、やらないことを増やすっていうことが今の課題ですね。でもまあこればっかりはやんないとどうしようもない作業なんで、もう地道にえっちらおっちら時間かかろうが、もうどうにか効率化できないんで、僕の中で。で、あと、切ろうにももうチェーンソーが、まあ借りてもまあ釘を切るんで、まあこれは地道にやっていかないとダメですね。ようやくここまで来たんで、ようやくここまで来たからこれで終わると思います。明日すごーい。水道が来るんで、水道屋さんがちゃんと水道直してくれるからトイレとお風呂が復活する可能性大です。はい。で、まあ、これ、まあ、結構派手に倒壊した風除室ですね。でもまあ、これ、一番の悩みっていうのは、スペースなんですよ。ここまででっかい資材を置いておくと、スペースがないんですよ。駐車スペース、あとは作業スペース。で、物の移動が今激しいっす。なんでかっていうと、今これ動画のアングルでは、映ってないんですけど、ですね、これは工場側ですね、道路から一番離れた場所を映してます。で、道路側ですね。で、道路側に土を置いてあるんですよ。で、あの土何に使うかって言ったら、ここ風除室でなくなっちゃったところに、土を植えて、これ平らにしたいんですよ。で、平らにした上で、でも分かんないな。一番動画右側に溝があるんですけど、この溝いっぱいくらいまでが俺の土地なんですよ。で、右側の段々になってるアスファルトらへんが隣の工場なんですけど、なんかね、ここの家の土地だけがね、どん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 周りより低くなってるんですよ。はい。だから、ちょっと高さを周りと揃えないときついっていうか、やばいんですよね。何がやばいっつったら、その基礎がちょっとひび割れてるんですよ。どこもかしこも。だから、その基礎を出してあげて、で、その
基礎の割れ目よりも地面を低くしないと、この玄関側にも通風口あるんですけど、その基礎の通風口からも雨から落ちた水が入ってきちゃうんですよ、床下に。で、今、現時点では、まあ一番ひどい、水が入ってくる穴があったんですよね。雑草がコンクリートの基礎を貫通して、そこから水が入ってきちゃうんですよ。でもそれを今、モルタルとアスファルトでなんとか塞いで、まあ入ってこないっていうことが確認できたんで、まあそこは一段落して、で、まあ床断熱も、まあもう床剥がすのめんどくさくて、もうそこでお金がないんで、捨てコンじゃなくて、捨て張りとやってるようなコンパネを買ってる金もないんで、時間も労力も。なので、まあ、もぞもぞっと床下潜り込んで断熱材をタッカーでバン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 、スタイルフォームじゃなくて、ウレタンでやろうと思います。まあ、それ以上はできないんで、もうそれはそれで、ダメになって床が落ちたら、まあ、それ張り替えりゃいいやって感じですね。まあ、話を今動画に戻しますけど、まあ、そういう経緯があって、ここは重要なんですよ。だからこの作業スペースのところに、今、動画の真ん中で俺の結論のところですね、ここにウッドデッキ作って、そのウッドデッキのところにも単管パイプで屋根作ります。で、ここをいろいろな機能を持たせる場所にしないときついんですよ。なんでかっていうと、まず物を干す、洗濯物干せないですよ、この物件。洗濯物干せないから、どうなのとは思います。で、そこに機能と、あと、宅配ロッカーでも置こうかなって感じですね。もう縦列で車入れちゃうから、多分、郵便屋さんとか配達員の人が入ってこれないから、そこら辺はちょっと配慮してあげないと厳しいですね、マジで。それか、一番日当たりのいい書斎を、の窓からもらうっていうふうにしてもいいんですけど、じゃ自動的に、そこに住んでる人のプライバシーがないから、そこを俺のね、部屋にするかっていう案もあります。まあ、そしていろいろ機能ですね。この建物の機能が結構いっぱいいっぱいでカツカツで、まあ、定期借家なんでできる物件じゃないのかな、なんていうふうな感じで、ちょっと一人で心折れながらも今やっ3て時ぐまらいす。かな。でもまあ、やってみてですよね。で、一番の問題、あらか誰たかは来て片ほ付しいいなてってき思ったらて、駐車場ですよ。今残すところここやっぱりのみになこうりま東す。北6県、まあ一応明日にやっなぱれば水車が使え社会なて、ので、トイレあととは1時間風呂にが1使えるよう本になだっるんたで、り、祝日、土日まあ祝大体日に半なっ年てかまたな。さらに本数が朝減る起きと、てそるの時起こし間たら帯、1時間朝か食ら入れ1に時出す間っ半、ていう、その生活電で車終わなりいよっそうなていうんところで、もあるんで、まあ多頑張分り自家ま用す。車、自分の車で来たい人たちが対象になるって思ってます。だから、できればね、ここ軽のバンとか軽自動車だったら、縦列で入るんですよ。3台。3台。でも3台入れると、チャリが置けない、チャリで出ていけないからどうしようかなという感じですね。でもまあ、パンパンに詰めてみて、まあ、パンパンにやって、それからっすね。まあ、そこら辺どうしようかなって感じです。チャリ置き場もまあ、漏れなく作っておかないと、めんどくさいので、そこも、なんとかするかな。まあ、とにかくメインは駐車場を作ることと、あとは駐車場のためのカーポート、単管パイプを立てる場所、ウッドデッキ、まあ、とにかく屋根ですね。屋根から落ちてくる雨水の屋根ですね。すぎるんですよね。で、これ単調なんですけど、これもうめんどくせえからって言って、動画撮ってないんですけど、丸ノコでもう釘あろうがなかろうがもうぶった切ろうってしたんですよ。あとサンダーですね。で、サンダーじゃやっぱりちっちゃいから切れないのと、あとまだこの時ね、水道が使えないんですよ、まだ。修理の見積もりしてもらっても、まだ施工してもらってないから、で、火つくのが怖いんですよ、サンダーで切ると。
で実際火の粉落ちましたからね、です。それがちょっと怖いっす。まあ別に怖、火の粉1個2個いいじゃん、大丈夫だろうとは思うんですけど、いかんせん、そう、まあアングル的にまだ映ってないんですけど、枯れ草がすごい実はボウボウに生えてるんですよ。マジで。だから、どこもかしこも枯れ草なんで、一個火の粉がポイって落ちたら、どうやって炎症していくかわかんないんですよ。火が燃え移るじゃなくて、もう枯れ草が入り混じってるから、でしかもめちゃくちゃ乾いてるんですよ。まだ雨降ってないし。だからそれが嫌でした。で、しかも隣が製材所だったし。で、まあ、あとはこれを買って、家買って去年かな、一応まだね、あれがあるんですよ、家庭用の焼却炉。あれが使え、あれを一回流したときにね、ちょっとそこで火燃やすのやめようよっていうのを、この人、隣から言われちゃったから、あんまりね、焼却炉をちょっと目に、止まらせたくないですよ。で、焼却炉に関しては、この、ね、隣の製材所のある原木側じゃなくて、一番坑道側ですね。そこに実はこそっとあのカープを車の駐車場を増設するのにコンクリートブロックを全部ぶち壊して、それでぶち壊したコンクリートブロック、まあ、なるべく粉砕っていうか粉々にしないでまた使えるようにだけして、それを積み重ねてその焼却炉を隠すようにして、夜な夜な、はい、ようやく終わったね。でここにあるやつはもうあの釘とか抜いてあるから、まあ、ここぶち込んで終わりです。いや明日は水道屋さんを迎えられる。で水道屋さんが来てる間に、まあ、ちょっとここのね木は長いからここに置いときます。で明日はあそことあそこの穴を塞ぎます。ここからやっぱ風入ってきて寒いん で、あとは多分もう一個あるけど、屋根裏に入ってそ屋根裏から塞いだ方が早いからっていう感じです。やっぱりあそこから入ってくる風がすごいね来るんよ。あと蜂も巣作りそうだし、だから一応塞いどきます。であとここも明日外して、こういう穴かな、釘とかの穴をシリコンでシロアリ対策でも、まあ対策しても無理だけどやっときます。はい、ミッションコンプリです。あざした。はい、今回こんな感じです。まあ、まだまだ単調な動画続きます。庭石を壊すとかいうのもまだまだ控えています。まあ、とにかくこんな感じです。頑張ってるよい、バイバイ。